ニールス・ホシュベリア・クセリガ・アルレンカルイラ、ニールス・ホシュベリは、スウェーデンの画家である、スコーネ地方のライズベガの貧しい農民の家に生まれた。農家の仕事を手伝ううちに絵に興味を持ち、親が靴屋の見習いにしようとしたとき、家を出て、地元の画家の見習いとなり、教会の祭壇画を描くようになった。1861年に、ヨーテボリに移り、デザイン工芸学校で学んだ。 1867年に個人の援助を受けてパリに修行に出てレオン・ボナの下で学んだ。ボナの学校ではスウェーデン人のグスタブ・セーデルストレムとも親しくなった。1868年にサーカスの極限師を描いた作品で認められた。1870年から1871年の不屈戦争には 衛生兵として従軍しその経験に基づいた絵画、英雄の詩は、1888年にサロンドパリで金賞を受賞した。1889年のパリ万国博覧会でも賞を取り、1900年のパリ万国博覧会には歴史画を出展した。1903年にスウェーデンに帰国し、スウェーデンでは肖像画などを描いた。ありがとうございます。